今ね、久しぶりに新潟の家に帰ってきて、ここ寝室なんだけどね、毎年絞れてくるとこの寝室で写真撮るんだけど、ここが一番漏れるの。見て、腹斜筋。で、大会まであと45日ぐらいなんだけど、実はもうね、前回大会の1週間前の体重になってて、今回が調子がいいのもあるんだけど、前回が本当に調子悪くて絞れなかったのもあるんだよね。新潟に来たけどもうやることは変わりません。朝のサプリメンテーション、ヒート、有酸素、ストレッチとかね、何時に食事を食べて何時にトレーニングして、全国どこにいても毎日同じことを繰り返していくだけ。僕のこの生活を見て、すごくストイックですね、努力家ですねってよく言われます。だけど自分って決してね、何でも継続できるような人間じゃなくて、例えば経営者は本読んだ方がいいって言うから、もう読書をする習慣をつけようなんてね、人生の中でもう5回も6回も挑戦したんだけど、必ず3日坊主で終わっちゃうのね。だから筋トレが続かないとかダイエットが続かないっていう方はね、決して自分のことを責めないでほしいんだけど、僕がこういう生活を続けられるのって本当にただ好きなことをやってるだけなんですよね。確かにその目標を叶えるために苦しいこととか辛いこといっぱいあるんだけど、人はやりたくないことをやれる時って、好きなことをこれからもっと好きになるため、そしてその好きなことをやめずに済むためだったら頑張れるじゃないですか。僕はたまたま好きになれたことが筋トレだった。それを仕事にしようと思って今形になってきてるから、人生をかける価値があると思います。大胸筋良くなったな。朝からハンバーグ作り、ハートとかにしようかな。キモいか。毎日料理するっていうのも本当に面倒なんだけどさ、1日4回肉切ったり野菜切ったりさ、フライパン、まな板、包丁の洗い物もいっぱいあるじゃないですか。やっぱりね、強烈に叶えたい夢とか目標があると、こんな面倒くさいことできちゃうのね。だからいかに強い進む理由を自分で作れるかだよね、大切なことは。お皿があります。漏れるね。最近牛肉もね、ハンバーグにするのがハマってて、これ臭みを消すのに唐辛子とニンニク、生姜、塩麹が入ってます。うめえ。赤身 100% でも。今僕の動画を見てくれてさ、フィジークの大会出たいなとかコンテスト出たいなってきっと思ってくれてる人いっぱいいると思うんだけど、大会はいいよ。なんかやっぱせっかく好きになった筋トレをさ、その成果を披露できる場ってみんなきっと欲しいだろうし、それよりもさ、大人になってからこう仕事以外で熱中できることってないじゃないですか。学生の時ってさ、ほら学業が本業で、部活動ってさ、めちゃめちゃ青春じゃないですか。僕は学校よくサボってみんなが下校してくる時に部活だけ行くような子だったんだけどさ、ただ僕も今でこそコンテストすごい楽しいんだけど、初めて出た時はビリだったからね、全然楽しくなかった、今思ったら。で、むしろ嫌になっちゃったんだけど、何回も出てるうちにね、楽しくなってきたんだけど、結果が出てきて、僕は感情が大きく揺さぶられる経験っていうのを大事にしてて、いいんですよ、初めて大会に出て、ものすごい悔しい思いをしたとか、恥ずかしい思いをしたっていうのも、後になってみるとそれすごいいい経験で、結局は自分の心にものすごく高揚感とかね、逆に絶望感とか、何かしらのショックがないと、本当の意味でね、強い原動力って生まれないんですよ。なんかそれが別に大会挑戦じゃなくても何でもいいんだけど、僕は何かね、新しいことチャレンジするっていうのをね、常に毎年意識してる。去年何やったかなって必ず振り返られるような出来事をね、残していくんですよ。お弁当。久しぶりのジョガーパンツ。久しぶりに自分の脱毛サロンに来ました。帰ってくるたびにね、脱毛でツルツルにします。今このビレー上越店で全身脱毛5名様だけ半額キャンペーンやってるんで、上越にお住まいの方見てくれてるかな。もしいたらホームページのリンク載せておくんでチェックしてみてください。ツルツルにしてね。施術は可愛いスタッフがやってくれます。上越市でね、僕が大好きなカフェがあるんだけど、よくそこに行って YouTube の編集してたの。せっかくだから今日もそこで編集しに行きます。年パス持ってるからコーヒー1杯100円なの。これハンバーグね、鶏と牛合いびきにしてみた。うまい。サプリメント必ずこういうケースに入れてくるんだけど、第一優先がビタミン系、ビタパワーとビタミン B とビタミン C とで、カルシウム、マグネシウム、アルファリポ酸、これ毎食後に飲むやつ。僕は全然こんなね、豆なことができる性格じゃないんだけど、豆なことをしないと勝負で勝てないし、本来 100% の体が作れるはずだったのが、雑にすればするほど 90%、80% って下がっていくわけだから、こういうね、僕は筋肥大の才能とかがないからこそね、豆さが大事だと思ってる。久しぶりにアルティメットフィットネスでね、ガチトレの動画を撮りましたよ。やっぱこのジムじゃないとね、かっこよく撮れないし、かっこいい編集ってのはできないんですよね。今日もレイズの EA 飲んで頑張ります。 EA ね、再販が今月の28か9になるんで、ぜひね、買えなかった方 LINE に登録しておくと一番確実に配信が来ます。何月何日何時に発売っていうのがね。さて筋トレするか。
僕ら今日冒頭で好きなことは続けられるって話したけど、この減量が進んでくると楽しいはずの好きなはずの筋トレもね、まあ、今の心境で言うと別にやりたくはないんだよね。だん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 筋トレするのが重たい腰を上げなきゃいけないみたいな感じになってくるから、でもなんかその嫌だなって思った時も当たり前のようにジムに来て当たり前のように体を動かせるんだけど、それはやっぱり大会で結果が出た時のこうキラキラしたようなイメージとかっていうのをずっと頭の中に入れておく。だからそういうね、希望が見えなくなっちゃったら多分頑張れないんですよ。だからいかに自分で理想の自分をイメージしたりとか、子供が夢を描くようにさ、頭の中をハッピーモードにするっていうのがね、自分のねマインドになってますね。家に帰ってきてトレーニング後のご褒美は手紙だもうこれも変わらない生活してる。 Amazon で箱買いして、もう食材も全部同じものだし、もうね、何から何まで東京の時と新潟の時変わらない環境を過ごすっていうのがもう減量の秘訣っていうかね、毎日同じことを辛くても楽しくなくてもやり続けるっていうのがね、目標を叶える、悲しいけどね、それしかないんじゃないかな。で、焼いておいてまたハンバーグと卵とあとサーモン食べるんで、今までねずっと2600キロカロリー取ってるのね。で、炭水化物が50ぐらいで、まあ、タンパク300近くで脂質が130かなっていう感じ、ずっと2600キロカロリー取れてるんで、そんなに高いカロリーを取って、しかも2日筋トレして1日休んでみたいなのが今まで一度もなかったから、本当に過去最高にいい減量ができてるんだよね。だからそれも本当、まあ、こうやって好きなことを続けられてるのもね、みんなが YouTube 見てくれてるっていうのはもうめちゃめちゃでかいんで、僕にとっての一番の応援ってそれなんですよ。みんなが見てくれる、多分ね、あの僕の YouTube が全然あれ数千回しか見てくれなくなっちゃったってなったら僕も頑張れないかもわかんないけど、だから皆さんがねこうやってすごく見てくれてるってのが、あ、応援してくれてるんだなっていう風にも思えるし、いろんなコメントくれたりとかね、本当にみんなのおかげで僕は大好きな筋トレが続けられてる、フィジークに専念できてるっていう感じだからね、感謝しております。はい、今日もちょっとねマインド系のお話が長くなっちゃったんだけど、アルティメットにね行ったから結構トレーニング動画をね取りだめてきたんで、ぜひガチトレとかまたタイマー系の動画もね楽しみにしててください。今日みたいな動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。頑張るよ、結果出すよ、優勝するよ